ワクワク土曜日檜山慎次郎のコーナー、イエイ。さあ今日はですね、伊藤主流アナです。どうもおはようございます。よろしくお願いしま す, お願いします。はい、なかなかこういう形であの話をするというのはないんですけど。そうですね、はいはい、普段はもう付き合いは長いですけどね。そう、いつもあの野球場がこうバックに、ね、あるからにある感じなんで。そうなんですよね、なんかちょっと変な感じなんですけど本当です、はいはいはい、やっぱりちょっと気楽感の話僕聞きたいなと思うんですけど、はいはい、お願いします。はいはいはい、まあ支配人になってもうな、え、これ何、ね、4月から見習いで入りまして、正式には7月に就任したんで、まあ、半年ちょっとで、実質的には1年近くぐらいの感じですね。どんな感じですか、もう慣れました。いややっぱりね、そのお客様がね、実は1月も去年に比べると随分な割合で、はい、あの増えてお客様があの戻ってきてるので、はい、それはそれで嬉しいんですけど、うん、やっぱりね、毎日毎日お客様をお相手する商売って、はい、難しくって、ね、前の日200人入る日もあれば、はい、次の日は10人しか入らないみたいなことも現実的にあるわけですよ。あ、やっぱりね、さ、八百屋さんとか、うん、ね、あのご商売、はいはい、いろいろ毎日毎日してらっしゃる方って、はいはい、こういうこう思いで ね、 なるほどね、今日はうまくいったけど明日大丈夫かなとかね、はいはい、うん、じゃあ、まあ、いわゆる日銭商売っていうやつですよ。60超えるまでそんなことしたことなかったんで、改めてだから毎日毎日お客様をお迎えするっていうご商売って大変だなというふうに、ね、ABC ラジオのファンの皆さんなんかはそういうご自分でご商売やってらっしゃる方すごく多いので、改めてちょっとこう尊敬申し上げるというか、うわーすごいなと思いながら、自分が思ってるもの、あのことよりもお客さんよりも多かったらね、もういいですけども、それは嬉しい。その想定よりもちょっと低かったりすると、そうなんですよ、何がダメだったのかな、やっぱりちょっとそうなっちゃったりしますもんね、うん、だからなんといってもその落語、まあ、昼席我々毎日やってるんですけど、2時から始まって4時半頃に終わって、うん、はいはい、まあ、お客様をお見送りするときに、あ、嬉しかった、楽しかった、また来るわって言っていただける時の幸せっていうのは、はははは、もう今まで感じたことないぐらい幸せですけど、そうなんです、あれなんで今日こんなんだったかなとかいう時はちょっとね、いろいろ思うとこもあるし、ははは、何をどうしたらいいのかなっていう。でやっぱりそうなるとお客さんが関しては食べ物商売とかでもそうですけど、終わってからごちそうさまでした、ありがとうねとか、なんかそういう一言ってもすごくなんかやっぱりあのほっこりする。嬉しいですね、はい、まあ、ご商売してる方がね、よくそれおっしゃいますよね、うんうん、あの美味しかったよって言っていただけると嬉しいっていうのは、僕もまあそれはそうだろうなと思って、例えば、はい、あのコメントなんかをご紹介させていただいたりはしてましたけど、はいはいはい、実際自分がその立場になると本当に嬉しいですね。嬉しい、あの楽しかったよっていう一言が、そう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 、だってお金払ってくださって、んですね、うん、その上で面白かったよって言っていただける、それはだから噺家さんが頑張ってくださって、うん、我々のスタッフも一生懸命お迎えしてるので、はいはい、あ、まあ良かったなと思える時ですよね、はい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 、あと僕ね、ちょっとあの前一回シリューさんと話したんですけど、講演活動とか僕する、はい、していくのに、はい、あの、はい、落語家さんの話を聞くとすごくためになるって、はい、関本が、ね、そうそう、それ一回行って、はい、なんか勉強になるからっていう話だったんですけど、はい、ちょっと僕それやっぱりね行ってみたいなっていうのがあるんですよ。いや来てくださいよ、はい、檜山さんで言うとあれですよね、神戸のサンテレビで、はいはい、毎週お仕事してらっしゃるじゃないですか、サンテレビ、まあ、歩いても15分ぐらいですし、そうですよね、車乗ったら5分ですからね、はい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 、ぜひぜひそういうあのお仕事行く道でも結構ですんで、うん、見に来ていただいて、はい、あのいいですよ落語って本当に、はははその大人が、うん、もうあえて大人がって言いますけど、もう想像力だけで全ての世界を作るので、これってやっぱりこうなんていうのかな、人生経験重ねていって嬉しいこともあれば悲しいこともあってって、うん、大人になるとあるじゃないですか、うん、はいはいはい、でそれを全部落語ってうまく笑いに変えてくれるっていう芸なので、うんうん、はい、見終わった後すごいやっぱ気持ちよくなりますし、はいはい、講演の参考にももちろんなると思いますけど、 なりますよね、なんか、うん、心のこう選択というかですよ、ね、それにもすごくなると思う。人前で話すことが苦手な人とかも行、はい、くとやっぱりそういう人って何から喋っていいのか、はい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 、やっぱりでまたあの喋っててこう周りの人たちが、うん、面白くないわっていうような表情されると嫌だなっていうのがあるからはい、はい、難しいって思うんですけど、多分そういうところに行くと、はい、いい勉強になるじゃないですか。あ、なると思いますね。やっぱりちょっと笑いがあってとか、はい、まあ、ちょっとねこう盛り上げてちょっと真面目な話があってとか、はい、こう人の心をつかむっていう、ね、そうなんです、コツを。それで言うとね、寄席ってあの面白い作りになってまして、はい、落語家さんが6人出てきて落語をやります、うん、その合間に、まあ、我々色物って呼んでるんですけど、漫才だとかマジックだとか、うん、こう音曲入れる方とかが入ってくるんですね、はい、つまりあの話し家さんが
6人出てくるということは6タイプの話し手が出てきますので、はいはいはい、漫才さん入れたら7タイプですよね。だからそれこそ檜山さんがあ僕この人と何かこう合うわとか、うんうんありますもんね、僕こういうタイプかなっていうような方をチョイスできるっていうのもあるので、そういう意味でもぜひ見に来ていただいたら、いいですね、あ俺この人のタイプだからこういう感じで喋ったら、人にうまく、ねはいはい、お話できるかなっていう、確かにそういう参考にはなると思いますね。そしたら今度逆にこう話下手な人でもあれ俺結構私喋れるん違うってそうそうそうハマっていく可能性だってあるから、見た目こんなんだけどこんな喋り方するからおもろいのかとか ね、うん、そういうこともあったりするので、ちょっとね本当に僕ぜひぜひ参考にしたいなっていうふうに思うんで、はい、もし皆さんもそういう方がおられればね、はい、ね自分のやっぱりちょっと人生経験でもやっぱり行ってみてこう、あなるほどなって思えることあると思う。だってカルチャーセンターの話し方教室みたいなところね通われる方も全部いらっしゃるぐらいですから、もういながらにして、はい、話し方さんが笑かしてくれながら話し方教室してくださるみたいなところもありますんでね、はい、ぜひぜひ参考にしたいなというふうに思いますので、はいはいはい、いい話聞けましたね。またちょっとぜひよろしくお願いします、はい、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。以上ワクワク土曜日檜山新二郎のコーナーでした。イエーイ。